次に穴見与一君。はい、穴見君。本日も質問の機会を与えていただきましてありがとうございます。穴見与一でございます。今日は3点質問させていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。まあ、まず先日14日、日本最高戦略閣議決定をされました。これは、まあ、第3本目の矢として、まず安倍内閣が第一の矢である金融政策を打たれて、これが的に当たって今、円安、また株価が上昇する等々の効果が出ております。第二本目の矢は、ようやく先日、25年度予算が決まりまして、それによってようやく矢が放たれた状態であって、まだ中空を飛んでいる状態でありまして、これが実際に的に当たって効果が出てくるまでには数ヶ月の時を待たなければならないんだろうなというふうに見ております。まあ、私も経営をやっておりまして、二度ほどですね、これまで厳しくなった会社の状況を立て直したことがございました。その一回目は父の事業を受け継いだ時でありまして、二度目は私がですね、経営者から突然、この政界に出ましてですね、その前々回の衆議院選挙前後の3年間会社を離れた後に戻った時であります。まず立て直しをするときに大切なことは短期的に目の前の業績を回復させるための対策、これがアベノミクスにおいては1本目の矢と2本目の矢であったと思っております。そして次には短期的な業績が落ち着いてきたところで中期的また長期的なですね見通しをもとに10年20年というような計画を立てていく段階に進んでいくんだろうと思いますし、私も今20年計画というのを会社で持って経営を進めているわけなんですけれども、この第三の矢日本最高戦略というのはこの中長期的な方針というものを明らかにした、これからの日本の進むべき道を指し示したものであるというふうに思っております。ただですね、私ども民間企業が中長期の計画を考えていくときには、やはりある程度その将来の姿というものを見通した数字というものを組み立てていって、やはり財務諸表なりそういうものを作って、それを組み立てによって見通していこうとするわけでございます。やはり日本の政府も国家の経営を担当していらっしゃるわけですから、やはり中長期的な見通しというのは可能な限りですね、変動要素の少ない硬い数字を使って想像ができる未来予想というものも組み立てていかなくてはならないのではないかなというふうに思います。で、私は特に気にしておりますのが、人口推計や従属人口指標推計等々もありますけれども、この中から労働力の見通しや社会保障料の見通しもありましょうし、また産業の分野別の生水の見通しもあろうかと思いますが、またそれぞれのテーマ別のですね、将来見通し等も示されてございます。しかし、そのような個々のですね、将来推計や見通しはございますけれども、それらを横串で指して、日本社会全体の姿がこれからどうなっていくのかということを長期的に予測した研究というのがなかなか見当たらないような気がしております。そのような中で、とりわけ労働力と社会保障のつながりというところの連関が見えてこないのが大きな不安でございます。雇用は産業社会の盛衰に左右されますし、また産業経済は内需は少子高齢化に伴う影響を大きく受けますでしょうし、また外需は世界の趨勢の変化に大きく影響を受けると思います。また労働力は納税や社会保障の負担をする力でございますし、年金や社会保障も経済の影響を受けてまいります。社会のあらゆる分野はお互いに連関しながら動いていくわけでございますので、テーマごとの議論だけでは全体像が本当にどうなっていくのかなというのがなかなか見えてこないような気がしております。慎重な企業は将来予測も固く見ていくわけでございます。ワーストシナリオとは言いませんけれども、楽観的ではない予測をベースに、それを新たな行動と、またその効果についても、固い見通しを積み上げていって、大きな目標への
到達を目指していくのではないかと思っております。そういう意味では国の経営も楽観的でない、しっかりした全体像を見通しに立脚して効果的な具体策を打っていくことができるのではないかと思っております。また国がそのような見通しを示していただくことで、民間企業も将来を見通した対策を打てるようになりますし、見通しがあるからこそ投資も活発化するのではないかと思っております。また国民も正しい見通しを知ることで、戦場的な情報に惑わされずに政府の政策に対する理解も進むのではないかというふうに思います。日本最高戦略を成功させるためにも、日本社会の将来の見通しをですね、可能な限り定量的に、また横断的に研究議論する場が必要ではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。内閣府、西村内閣副大臣。私の方からお答えをしたいと思います。日本最高戦略ですね、策定をいたしました成長戦略、これはまさにご指摘のとおり、将来を変えていこうと、この成長戦略をやることによって我々の将来あるべき姿を想定して、それに、を実現していこうというものでありまして、重要政策分野ごとにその政策目標を明確化するための、成果指標、いわゆる KPI という言い方をしておりますけれども、定めております。例えば今ご指摘のあった雇用人材の関係で申し上げますと、少子高齢化の中で労働力人口の減少は確かにこれは懸念をされます。そうした中で、例えば若者や高齢者も含めて働き手の数をやっぱり一定程度確保していこうと、どんどん働いてもらおうということで、20歳から64歳までの就業率を現在の 75% から2020年までに 80% に上げると、あるいは、そうした中でも特に、女性の活躍を推進しようと、日本の場合はM 字カーブで、結婚子育ての時期にですね、どうしても仕事から離れるケースが多いものですから、その時期に、の就業率、25歳から44歳までの女性の就業率を現在 68% ですけれども、これを2020年までに 73% に上げようと。でそのために、先般策定した成長戦略の中で言えば、保育所40万人分整備をしていこうというようなことが政策であるわけですけれども、こうしたこと、あるいは、失業なき労働移動を実現していくということで、成熟分野から成長分野に失業なき労働移動をやってもらおうということで、今後5年間で、失業期間6ヶ月以上のものを2割減少させる、あるいは、一般労働者の転職入職率を2011年の 7.4% から 9% にするといった目標を掲げております。でこうしたことを実現することによって、長い目で見れば今後10年間で平均名目 GDP 3% 程度、実質、GDP 成長率 2% 程度を実現していこうということを目指しているわけであります。でまた、この成長戦略とか骨太方針、財政の大きな方針を踏まえて、将来の人口構造なども想定しながら、中長期の経済財政の展望をこの夏にも策定をする予定にいたしております。そのために、議論をさらに活発化したいというふうに思っております。いずれにしても、こういうことを実現するために、この成長戦略については、成果目標の達成に向けてですね、しっかりフォローアップをして、一つ一つ着実にやっていきたいというふうに思います。もう、3本目のやつ1本じゃありませんので、それが何百本、何千本とありますので、これがあらゆるところに飛んでいくわけで、今準備をしているものもありますので、着実に飛んでいって、それぞれが的に当たるようにですね、頑張っていきたいというふうに思います。穴見陽一君。ご答弁ありがとうございます。私もそのような政策に大変期待をしておりますし、ただ私がここで申し上げたいのが、その根拠となるですね、数字といいますか、なかなか例えば2020年までの予測、リクルートワークス研究所の結果によるとですね、どちらかというとその成長戦略 3% の成長というのは織り込んでおりませんけれども、かえってその生産年齢人口は減少するのに、失業率が上がっていくというようなことで、じゃあその先伸ばしていったときにどうなっていくのかというような予測がないものですから、その後の変化というものがちょっと捉えきれないでいるんですけれども、今生産年齢人口が減っていくということで、直感的にですね、労働力が足りなくなっていくということをイメージとしては受けるんですけれども、実際に精緻に数字の連関を調べていくと、反対にその職が失われていく姿も見えてくるというような姿がございましたので、そういう意味でその根拠となるような数字というものが示されると、我々も非常に理解しやすいということなのかなと思っております。では質問を移ります。
この4月から高齢者雇用安定法の一部改正が施行されました。企業は労使協議会での継続勤務基準を設けられなくなり、65歳までは継続勤務を望むすべての正社員の雇用を継続しなくてはならなくなりました。グループ企業内での融通が許可されるようになったとはいえ、企業経営としては大変な負荷がかかることになります。これは本来雇用維持という社会コストであり、政府なりの公共が責任を持たなければならないことを企業に押し付けていると言っても過言ではないと思います。この企業負担を解消していかなければ、日本企業の国際競争力の足を引っ張り続けることになります。これは日本型雇用システムのはらんでいた矛盾が少子高齢化が進展する中で顕在化してきた問題でございます。本来労働基準法は明確な職務ジョブに対する雇用契約が結ばれるという欧米型のジョブ型雇用システムを想定した法律でしたが、その後の労働運動や判例法理の積み重ねによってメンバーシップ型の雇用システムとして運用され、新卒一括採用と定年制、そして生活給的賃金制度という形で続いてきております。そのモデルは戦時中の産業報告会体制にあると言われております。特に課長制度的家族モデルを想定した生活給的正社員賃金体系と、欧米ならノンエリート職務の部分を担うものとして主婦や学生アルバイトを想定した非正規労働者の低賃金の有機ジョブ型雇用システムが併存する労働環境が出来上がっており、その正社員と非正規社員の断層に定年後の雇用を企業から望まれないミドルや結婚できない若年貧困非正規労働者が多数発生し、社会問題化しているのが現状ではないかと思っております。まずはこの雇用システムが想定しているモデルからこぼれて貧困状態となっている方々を救済する受け皿を早急に整備し、同時に中長期的に日本型雇用システムの発展的解消を目指した対策を打っていく必要があると思いますが、いかがでしょうか。厚生労働省山越大臣官房審議官。委員ご指摘のとおり、我が国の労働市場が抱える問題として二極化の問題があると考えております。個々の企業における賃金体系などのあり方につきましては、当社の労使が議論を重ねて決定すべき問題であると考えておりますけれども、政府といたしましても多元的で安心できる働き方の支援はしていかなければならないと思っております。先日閣議決定された日本最高戦略で、そのための方策として多様な正社員のモデルについてのが打ち出されておりますので、厚生労働省といたしましてはこの方針に沿ってしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。阿南洋一君。ちょっと力みすぎて時間がなくなりました。以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。